ヒダル上流所にあるスワンネック型の銅製上流機グレンフィディックの木製発酵層グレンフィディックはスコットランドのダフタウンにあるウィリアム・グラントサンズにより所有、製造されているスペイサイドのスコッチウイスキーである。グレンフィディックはスコットランドゲール語で鹿の谷を意味し、そのためグレンフィディックのボトルにはお鹿のシンボルが付けられている。2015年にグレンリベットに抜かれるまでは、 世界一の売り上げを誇るシングルモルトウイスキーだった。インターナショナルスピリッツチャレンジで最も多くの受賞を勝ち取ったシングルモルトウイスキーである。グレンフィディック上流所は1886年にスコットランドフィディック側の渓谷にあるダフタウンにてウィリアム・グラントにより設立された。グレンフィディックのシングルモルトウイスキーは1887年のクリスマスの日に上流期から 初めて生産された。1920年代には、アメリカで禁酒令が施行されたため、グレンフィディックは、生産を増加させたごく少数の蒸留所の一つとなった。そのため、禁酒令の廃止とともに、良質な熟成されたウイスキーの需要が突然、高まると蒸留所は、格好たる地位を築くことになった。50年代に、グラント一家は現地に、同性の蒸留器を維持する。 同期職人や現在上流所では、ほとんど見られなくなった、専人のタリアなどの株組織を設置した。1956年には、グラントのブランドは、ハンス・シュレガーによってデザインされた今では代名詞となった三角形のボトルを世に送り出した。1960年代と70年代は、ウイスキー製造業にとって困難な時期であり、多くの小さな、 独立しししたたたた所が買収されりり廃業したりしたこの時期を生き残るために、W. グラントサンズは、飲料の生産を増加させ、広告キャンペーンを行ったり、ビジターセンターを設置したりするなどの活動を行った。この時代にはまた、シングルモルトを独自に、プレミアムブランドとしてマーケティングすることを決定し、これが現代における、シングルモルトウイスキーという分野を作り上げることと、 なった。後に、W. グラントサンズはボトルを筒状容器や贈答用の汎容器でパッケージングしたり、種類の免税マーケットにおける重要性を認識したりした最初の上流所の一つとなった。この市場戦略はこうをうし、グレンフィディックは世界で最も売られたシングルモルトとなった。グレンフィディックは 世界180カ国で販売されており、シングルモルト売り上げの35%を占めている。グレンフィディックは、現在ウィリアム・グラントのから数えて5世代目の子孫によって経営されている。2014年9月には、W. グラントサンズは、ドラン V を買収することで合意した。買収額は発表されていないが、10億ポンドあたりと見積もられている。グレンフィディックウスキーは、 ダフタウンのグレンフィディック蒸留所で生産されている。水源はロビーディ・スプリングスである。グレンフィディックはカリブのラムソン、アメリカのバーボンソン、もしくはスペインのヘレスのシェディソンなどのオークソンで熟成される。この蒸留所は他のほとんどの蒸留所で使われているものよりも小さめの28機の特徴的な形をした。 蒸留器を使用しているすべてが手作りであり、グレンフィディックはそれらを維持する技術者たちを終身雇用している。2011年までグレンフィディックは、グレンフィディックモルトウイスキーリキュールという名のリキュールを販売していた。度数は40%で 500ml のボトルで販売されていた。グレンフィディックのウイスキーは、国際的な種類のコンペティションで高評価を獲得してきた。12 15、18、21年の商品はサンフランシスコワールドスピリッツコンペティションやビバレッジテスティングインスティチュートのレビューで良い評価を得た。特に15年熟成のウイスキーは最も良い評価を得てサンフランシスコのコンペティションでは2007年から2010年の4年間にわたって3つのダブルゴールドメダルを勝ち取りビバレッジテスティングインスティチュートのレビューでは91の スコアを叩き出した。1970年からグレンフィディックはイギリスにおける飲料、食料の分野の秀逸な著作や放送を表彰するグレンフィディックフードドリンクアワーズを主催している。ありがとうございます。